レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、怒ってやるよ。俺が。はい、どうもこんにちは。仮面のグライダース、グライアンアキタです。今回は前回の動画に引き続き、ロードバイクのメンテナンスやっていこうと思います。で、今回のメンテナンス内容はこちらになります。バーテープですね。僕バーテープ、去年の、宇都宮サイクルピクニック行くから、交換してなくて結構へたってきちゃってるんですね。ちょっとご覧いただければ分かると思うんですが、ここですね。こういうところとかがもうベロベロに剥がれてきたりとか、ここ止めているビニールテープがもうボロボロだったりとか、ね、まあ、こういうつなぎね、もうハンドルの金属部分も見えちゃってるので、みっともないのでね、バーテープ交換していこうと思います。で、今回交換するバーテープがこちらになります。こちら現在今使っているバーテープと同じものになるビアンキの、ちょっとかっこいいめのバーテープになります。お気に入りなので今回もこのバーテープを、装備したいと思うんですが、バーテープ交換初挑戦なのでちょっとうまくできるかわかんないですけど頑張っていきたいと思います。それではメンテナンス開始です。はい、それでは早速バーテープの方を右側から外していくんですが、まずこちらのバーエンドのミラーが、こちらのバーテープを固定しているのでミラーを外します。簡単に取れました。で、今度こちらですね。ドライヤーでバーテープを温めると剥がしやすいということなので、一度ドライヤーでバーテープを温めていこうと思います。こちらのブラケットカバーをめくって、剥き出しにします。はい、ビニールテープを剥がしました。バーテープは内側から外側に向かって剥がしていきます。
それで、早速バーテープを巻いていくんですが、バーテープを巻く前に、準備するものがあります。ハサミとビニールテープ、こちらがないと、バーテープを巻いた後に、バーテープを固定することができないので、こちらは前もって準備しておいてください。それでは早速、ビアンキのバーテープを、開封して巻いていこうと思います。今回はタスキ掛けというやつを、YouTube で勉強したので、タスキ掛けをしていこうと思います。中にはバーテープが2本と、ビアンキのロゴ入りのキャップが2つ、あとはちょっと装飾品ですね。ビニールテープの上から貼るこちらのビアンキのロゴが入った、テープですね。では早速始めていこうと思います。それでは早速始めていきます。で、最後にこちらの、バーエンドにこのバーテープを、固定するためにキャップで入れ込むので、これ1センチ弱飛び出した状態で巻き始めます。こちら、ブラケットとバーテープの部分を1センチほど開けとくといいらしいです。
で、ここからは、タイヤを足で固定しながら巻いていきます。でそうすることによってこの引っ張る力が逃げないので巻きやすくなります。で僕の場合は真ん中のバイクの真ん中から指3本分くらいのあたりで巻きを止めてカットしていきます。余分な、テープを一度切ります。でテンションを保った状態で、バーに対して、垂直に切っていきます。そしたら上からバーテープを巻いて、しっかり固定していきます。バーテープでビニールテープを巻いてしっかり固定していきます。
バーテープが剥がれないようにしっかり引っ張りながら巻いていきます。30ぐらいがいいですかね。こちらのリアン機の装飾用のテープ、ビニールテープですね。こちらをここに巻いて、ちょっとデザイン的にもおしゃれにしていこうと思います。で、このリアン機のマークが真上に来るように、巻いていきます。裏見ると、裏のテープがここで分かれるようになっているので、そうですね、センターを合わせながら片方ずつ剥がして固定していくと楽かもしれません。少し余っているので、カットします。そしてブラケットカバーをちょっと初めてにしてはどうできるかと思いますが、ちょっとまあしょうがないです。ちょっと失敗しちゃいましたが、とりあえず左側も、バーテープ交換していこうと思います。
バーテープ交換、あ、裏テープ交換、はい、初めての、バーテープ交換なんとか完了しました。ちょっと失敗する場所も何か所かあったんですが、まあ、初めてにしては上出来かなと思います。今後、このバーテープほつれていかないかなと、ロングライド、あとはヒデキ TV サイクル部のヒデキさんと、コラボライドした時に、ちゃんとあのバーテープとしての役割を発揮できるかどうか、検証していこうと思います。それではサイクリストの皆様によくサイクリングライフが訪れますように。バイビー。